どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、ゴエモンジャパン VS サイゴンラブということで、こちら私たちですね、タウンホール10、あ、見えましたね、出ましたね、これ。はい、まあまあまあ置いておいて、タウンホール10の25人対戦で戦いました、サイゴンラブ。ですね、私たちのチームやはりしっかりと星2をで埋めて、そこから、まあ、普通のクラン対戦、普通のっていうんですかね、まあ、普通のクラン対戦ですとやはり星2を全部埋めて、まあ、全開が1つの勝負とかいうですね、まあ、勝負なんですけれども、敵クランまさかの248勝クラン、なんじゃそれと、なんじゃそれね、なんじゃそれという感じでございますけれども、いやいやいや、もうこれ見てなえますよ。ということで、今回なんてもうね、じゃあチャメさん、じゃあ何見ます、逆に一番上が全開取られたの見たいですよね。まあ、今回ですね、まあその、まあそんなね、大丈夫だろうと思って、1番からまあ10番ぐらいまでですかね、星に対策陣というんですかね、全開対策陣をしない、そのタウンホールを中心部に置く星2を、取りづらい配置を作るという、まあ、星2対策陣ですよね。対策陣っていうのかな、まあ、普通のタウンホールが真ん中にあるベースをまあですね、倒し、まあそのまあクランとして選んだんですけれども、いやー、やられました。もうね、逆に下の方は、下の方というか、ゴエモンジャパンの25番とかはですね、前回対策陣にしたんですけど、まあ、そこは前回は取られなかったんですよ。しかも、まあ、前回対策陣でも結構取られてるところあるんですけれども、こんな感じでもうね、もうやだ、もう見たくない、見たくない。こんな感じで、クイヒでですね、アーチャークイーンとヒーラーをつけてですね、アーチャークイーンを回すんですね。アップデートによってアーチャークイーンが壁をですね、殴らずにこうどんどん逸れていくっていう AI に変更されたので、このようなことができます。そして見てくださいよ、ここも削られちゃってるんですよ、もうサイドが。で、ここでクローク発動ということで、その防衛施設からね、ヒーラー4体の場合3施設とか受けてしまうとですね、まあクロークを早めに使わなくてはならないんですね。いやー、そして編成がハイブリッドということで、クイヒーラババル、クイヒーラババルですね、まあ、クイヒーハイブリッドっていうのかな、これクイヒーラババル、もうねー、やだ。そしてこちらですね、もうね、まだヒーラー回復し続けますからね、もうやはり、そしてジャイアント1出して、こちらもうね、なんでジャイアントね、別にいいんですよ、ジャイアントは強いですよ。しかしここでなぜジャイアントをトイするのか、いや、さすがこうね、ベースを見るんですかね、わからないですけど、で皆さんね、わかると思うんですよ、アーチャークイーンが9時方向から回ってきて、なんと3時方向まで行き、そしてジャンプに乗る、なんだこれ、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、え、3時から9時まで、違う、9時から3時までアーチャークイーンです、全部掃除してるんですよ。で、ラババルという形で、フリーズを落としつつヘイストでしっかりと加速させていくと、まあ、ここでヘイストではなくてですね、レイジを、あ、違う、レイジを使わないでヘイストを使う理由としては、そうですね、そこまで攻撃力を上げる必要がないんですよ。もうインフェルノタワーが2本立っているんですけれども、こちらさっきフリーズをテスラに2本打ちましたよね。いや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 、どうして、あんまり見て、アーチャークイーン生き残ってますからね。なんじゃこりゃと。これなんじゃこりゃと、これね。これなん、いや、本当にすごいですね。まあ、こんな感じで、あとはね、残りの施設を破壊していくという形でございます。いや、これはすごい。そしてじゃあ見ときます。クロノスさん、じゃあ見ときます。いや、本当にね。こちらね、一見、全こう、なんつうんすか、こう、アーチャークイーンとか、クランの城が真ん中にあって、タウンホールが外寄りになるので、まあ、前回対策陣っぽいですけども、ちょっと違うんですよ。やはり前回対策の配置ではないんですね。いや、うまい。うまい。まあ、そのクランの城が真ん中にあるってことで、イングワン釣りにくいですけども、こちらですね、私も見てたんですよ、ライブリプレイで。いや、これ、やばいっすよ。アーチャークイーン、ここに出すんですよ。え？これ僕見てて、アーチャークイーン、それ取るやんと、それ取るというか、もうゴーレムと間違えて出したのかなって僕思ったんですよ。それなんでね、アーチャークイーンを下ら辺に出したか理由があるんですよ。はい、こちら援軍のラバハウンドが出てきました。ラバハウンドがゴーレムやバーバリアンキングの方に向かいました。要するに、アーチャークイーンが、ここにボールブレーカー出しましたよね。アーチャークイーンを下でウォークさせるんですよ。
で、やはりラバハンドというのは攻撃力ではなく、攻撃力は低いんですけれども、防御力、その HP が非常に高いので、アーチャークイーンが、ターゲットを取られてしまうとですね、ラバハンドをずっと攻撃しちゃうんですよ、アーチャークイーンが。なので、わざと反らして、下の方の対空砲、そして、まあ下の方の施設ですね、そしてなんとなんとなんと、この次に、インフェルノタワーも破壊。そして、ラバハウンドがまだ生きてるんですね。こちらのラバハウンドに、ちょっと後ほどですね、注目していただきたいんでございますけれども、そして隠しテスラも破壊。さあ、ここで、ちょっとですね、一応なんかスケルトロントラップとか来て、ちょっとアーチャークイーンは死んでしまうんですけれども、ソラパート、来ましたね。しっかりと赤風船を回収するように出していってら、バルーンを回してます。やっぱソラパートがね、本当に、なんかうまいんですよね。このヘイストのタイミング、ここで、あれ落とさない、なんかそっち落とすの、どっちは、そうそうそう、そこそこ、いやすごいな。でレイジフリーズヘイスト残ってんすよ。でここでうまいですよね。まあウィズ島、そして対空砲、インフェルノタワー凍らして、なんすかこれ、なんじゃこりゃ。そして見てください、うまい人あるある、このね、ラバパピーがね、こう全体に広がってるんですよ。なので、こう要所要所に、しっかりとフリーズのタイミング、位置はもう決まっているので、そのタイミングを見極めてっていうことなんですよ。いや、すげえ、そしてラバハウンド残ってるっていうね。そして、ででん、敵さんのラバハウンドも生きております。もうね、敵さんのラバハウンドいらないんですよ、もう要は。うん。そしてこんな感じで、もうあとはこうね、ビーッつって、もうラバハウンド先生がこうね、もうもうね、ただただ飛んでると敵ターンのね、敵ターンって言っちゃって、敵さんのね、そして、前回。いやーもうね、皆さんにね、もっともっと見せたいのはあるんですけれども、まあでも、そうっすね。もう、こんだけね、あれすごいっす。とりあえずすごいっす。でね、タンホール10のね、方々、まあそのタンホール10の方々ね、このリスナーさんにどれだけいるかわかりませんけれども、まあタンホール8とかタンホール7、タンホール9の方、こんなね、こんな攻めがあるんだなぁと、ちょっとね、頭の片隅に置いていただけるだけでもね、まあ、いいのかなと思います。ということで、ちょっと長くなりましたけれども、ご視聴、あるさぁ、ちょっと僕、相手6回攻撃残しとるし、まあということで、ご視聴ありがとうございました。じゃんじゃん、チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると、私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さん、チャンネル登録よろしくお願いいたします。